どうも、ねずっちです。ウーバーイーツのリュックを背負った人物がですね、自転車で首都高を走行というねニュースがありました。前にも似たようなねニュースありましたけど、本当これ危険なんでね、絶対やらないでほしいですけどね。まあこの人物がね、実際ウーバーイーツの配達員かどうかは分かんないって言うんですけども、まあこれね、前もちょっと言いましたけどね、あれだね、部下のことをじーっと見るのと一緒だね。そう、上司気にかける、常識にかけるっていうね、そんな感じしますよ。ね、首都高を自転車で走る、この行為はですね、言ってみれば束縛する交際相手と一緒だね。うん、どういうことかって、恋で拘束ってね。ねずっちです。ではまた。